はい、では皆さんこんにちは。今回は2025年に公開されるアベンジャーズ2作について考えられる流れについて見ていきたいと思います。まず2025年最初に公開されるのがアベンジャーズカングダイナスティで、この映画に敵として登場するのがカングザコーンから征服者カーンが再び登場します。そして MCU フェーズ6の最後の映画になるシークレットウォーズのラスボスはコミック同様にドクタードゥームことビクターボンドゥームになる可能性が高いと思います。このアベンジャーズ2作で考えられるのはインフィニティウォーエンドゲームと同じように前半後半と分かれていることです。インフィニティウォーエンドゲームと大きく異なる点としては敵が変わる可能性があるということです。これまでの敵は一貫してサノスでしたが、今回はカングザコーンからドクタードゥームと2人の敵が予想されます。ここで一つ疑問になるのが、この2人の敵を比べた時により強そうなのはカングザコーンからということです。なぜかといえばカングザコーンからには時間の概念がなく、彼こそが全ての時間を操っていて管理していた諜報人だからです。つまり時間の概念がないということは遠い未来の武器を使うこともできるということで、カングザコーンからにしてみればアベンジャーズはかなり昔のスーパーヒーローに移るはずで、かなり困難な戦いが考えられます。そういった敵をドクタードゥームがどうやって超えていくのかと疑問になりますが、この解決策の一つとしてはドクタードゥームがカングザコーンからを倒してその技術を盗むということです。つまりこの2作の映画のどこかで2人の敵同士が戦うという場面が登場するかもしれないということです。ビクター・ボンドゥームも強力な敵ではありますが、あくまでもアベンジャーズと同じ時代を生きている人間なので、天才ビクター・ボンドゥームといえどその技術などには限界があるはずです。そこでドクター・ドゥームが初めはアベンジャーズの仲間として登場し、一緒になってカングザコーンからを倒した後にアベンジャーズを裏切り、カングザコーンからのテクノロジーなどを全て奪い、ゴッドエンペラードゥームとしてアベンジャーズシークレットウォーズで戦うことも考えられます。これまでファンタスティック4の映画でビクターボンドゥームは毎回登場していて、初めはファンタスティック4の仲間として出てきました。初めの映画ではドクタードゥームとなった後、最後の戦いで固められ、その後故郷のラトベリアに送り返されます。その後復活したドクタードゥームは、突然登場したシルバーサーファーを倒すために、少しの間ファンタスティック4と協力し、その後ファンタスティック4を裏切ります。その後評判の悪かった2015年のファンタスティック4では裏切りはしなかったものの、ビクター・ボンドゥームは最初仲間として登場していました。そのためドクター・ドゥームが初めアベンジャーズと手を組んでカングザ・コンカラと戦うというのは十分考えられる話で、その後結局裏切るというのも考えられる話です。ここで大きな分岐点となるのがファンタスティック4の映画です。公開されるのがアベンジャーズ公開の1年前である2024年ということで、このファンタスティック4の映画でビクター・ボンドゥームも本格的に登場することが考えられます。そのため今回話した流れに持っていくためには、ビクター・ボンドゥームはファンタスティック4の映画では敵にならない可能性もあります。ドクター・ドゥームはこれまでファンタスティック4の映画で3回敵として登場しているので、マーベルスタジオとしてもさすがに今回はそれを避けるということが考えられます。あくまでもファンタスティック4のためビクター・ボンドゥームがこのチームに加わることは考えられませんが、例えばファンタスティック4が力を得たのを横目に自分も力を得たことを隠していて、映画のおまけ映像でその力が明らかになるなども考えられます。カングザコーンからのテクノロジーを手に入れたドクタードゥームがなぜ厄介なのかといえば、時間がなくなるからです。時間の概念がなくなるということはドクターストレンジと同じようなことが起きます。ドクターストレンジが他の魔術師と違ってあそこまで強くなれたのはタイムストーンのおかげであることがわかります。ドクターストレンジはタイムストーンを使うことで限られた時間の中でたくさんの書物を読み、短い期間でウォンやモードと戦えるまでになりました。同じようにドクタードゥームも魔術を使うため、ドクターストレンジ以上に魔術は強く、タイムトラベルも可能で使う武器も未知数というサノス以上に強力な敵になることが考えられます。今回は今後のアベンジャーズの考えられる流れについて見てきました。皆さんはどんな流れになると思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。